フトをしてダブルチームは岩手、カイルハントから高橋克実、田中はスリーポイントを狙う、リバウンド確保カイルハント、早速のオフェンスリバウンドです。そこから切り込む大本フローター、最初の得点は新潟に来ました。カイルハントとエリック・トンプソン、また外にさばいて高橋克実、深めの位置からのスリー、 9-0 のランというのを作りました。高橋克実のスリーポイント、高橋克実で押し上げていきました。新潟のポジション引きつけてカイルハントへ、インサイドうまく入った、田中誠也、カイルハント、遠藤前受けてからスリーポイントを放つ。その差を詰めたいのは岩手、引き受けた石川、切り込む、レイアップを沈めた。ここで第2クォーター終了のブザーです。石川からまかないですので、サイズアップとなったのは岩手のこの5人となっています。カイルハントが切り込む、エンドワン、力強くしなやかに入っていきました。カイルハント、ピックに入ったのはエリック・トンプソン、そこからスリップ、石川晴道スリー、しのげるか新潟はディフェンス、まかないが受ける、ここはポンプフェイクからまた切り込む、おー、エンドワン、遠藤が、まあ、当然スリーポイント警戒して勢いを持って、今日は新潟のオフェンスリバウンドは再三申し上げますが目立っている、確保できているという状況。遠藤前リバウンド、おー、ステイシー・デイビス、タップ、バスケットカウントです。ご覧のシーンです。見事なスピードでしたが最後はインサイドやらせませんでした。アリューパス、クランポル、先ほどはいい形でインサイドに入り込んできました岩手、マルティン・クランポル、クランポル踏み込んでシュート落ちる、リバウンド、スピン、連続得点です岩手、その差はアンポジション差。エリック・トンプソン、ケルビン・マーティン、スリーポイントを放っていく、決まった、ショットクロックをギリギリまで使っていきます。田中からステイシー・デイビス、ステイシー・デイビス、ジャンパー、大決めた。キープに向かう新潟、ゲームクロック終了に向かわせました。新潟アルビレックス BB、 昨日に続いてのアウェーゲーム勝利、今シーズン初の連勝、